はい、ということで皆さん、ばちゃーということでよろしくお願いいたします。本日、馬、え、場、ー、さんが、えー、この配信にお越しくださいました。ありがとうございます、馬場さん。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、まずですね、えーはい、あ皆さんこんばんはということでよろしくお願いします。まず、えー、こちらですね、あのちょっと馬場さんといろいろお話しする前に、まず 最近ちょっとトリニータを知った方とかいらっしゃると思いますので、まあ、ちょっとあのー、馬場さんのちょっと自己紹介とか、ちょっといろいろ紹介させていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、えー、じゃあちょっとまず早速、馬場さんの紹介をさせていただきます。まずですね、馬場健治さん、元大分トリニータに、えー、所属しておりました、えーまあ、大分時代では馬場健こと、まあ、男、馬場健治ということでね。 呼ばれておりましたで一応ですね馬場さんですね、えー、1985年、えー、7月7日生まれですよね、来月誕生日なので、はいえーまあ、近畿大学ではあのーまあ、4年生の時にあに関西リーグの方で得点王を獲得しまして、えー、卒業後はリッセル神戸と大分トリニータから、えーまあ、オ,ファーオファーを、ね、受けてた中で。 神戸の入団をねちょっと選択されたんですけどそこから紆余曲折ありまして2018年に大分に完全移籍をするとその同年ですかね4月28日 J2 第11節今でも忘れられません町田ゼルビア戦のプロ入り後初のハットトリュフを決められた選手でございますさらにその時ですかね大分のキャプテンとしてチームを引っ張っていただきまして えーまあ、シーズントータルで12得点ですかね、あの当時、藤本紀明選手とあの、まあ、同じ得点数で、まあ、チーム得点王の活躍で、J1 の昇格に、えーまあ、貢献していただいた、まあ、偉大な選手でございます。で一応、多分鳥サポからしても、あのまあ、この時代って昇格はしたんですけど、まあ、ちょっと、ね、低迷する時期もありまして、まあ、それで馬場さんあのブログでどれだけ鳥サポさんが、まあ、救われてきたかというところですよね。 はい。まあ、そのぐらいも鳥サポにとっては、まあ、馬場さんはもう感謝しても仕切られない、まあ、偉大な選手となっております。まあ、こちらが、あの、馬場さんのご紹介でございました。はい。ありがとうございます。はい。もう、ぜひね、えまあ、皆さんもね、多分もう知ってる方といらっしゃると思いますけど、まあ、こう言ってね、あの、馬場さんのちゃんととかね。<laughs> はい。もう、多分、懐かしいと思いますけども。<laughs> なので、えっ、ー、と、早速なんですけど、 えーまあ、ちょっと馬場さんに、まあ今年の大分・トリニータの前半戦の今評価をしていただきたいなということで、はい、よろしいでしょうか。はいはい、なので、えっとえー、まず、ですね今年の大分のイメージはということなんですが、今年の大分ってどういうイメージですか、えっとまあ、明確にこう一体感だったりとか、はい、スタート時から、あのーまあ、シーズン始まった時から、 チーム一体感っていうのをこう全面に押し出して、はいまあ SNS とかでもこう練習風景載せたり、ははい、はい SNS 積極的にやったり、選手ももちろんそうですけど、はいあのすごくサポーターとも一緒にこう上に行こうみたいな、はははははいはいはい、はいいあのポジティブであの前向きで明るい雰囲気っていうのは、はい 星の,のイメージすすごいあありますねあーなるほどですね。うん、もう結構、なんですかね、結構 SNS が今年、多いなっていうのはありますね、大分は。はい、やなんか、あの選手もそうなんですけど、はいやっぱ勝った、負けたってこうシーズン始まると、なんか SNS って上げ,な上げづらくなったりする選手も結構多,か多いと思うんですけど、はいただでもやっぱ、 やり続けることが大事だったりとか、なんかこう、はい、サポーターって、日常とかすごい見たいじゃないですか、SNS とか。まあ、そうですね、はい。なんかそういう意味ではこう、サポーターが欲しがるもの、いい意味で欲しがるものを、すごい、はいはい、なんかこう、歩み寄ってやってくれてるなって感じはすごいしますね。 あいや結構、鳥サポからしても選手ってプライベート何してるのかなって結構気になっちゃうところあるので <laughs>、うん、まあそういったところでやっぱ発信してくれるっていうのはなんかすごくう嬉しいなという感じですねちょっとですねその,まあ今年の大分なんですけど今、結構調子いいじゃないですか、はい、最初、多分前半の頃って伊佐選手からスタートしてハイプレースをかけてとていう戦術だったと思うんですけど、うん まあ今結構けが人とか続出してて、ゼロトップとかにしてるじゃないですか。<laughs> はい、あれ、ゼロトップってやっぱ実際、どうなんですか、難しいんですかいや、実は僕も湘南の時スリートップの戦闘やってて、はい、まあ実質ゼロトップのようなあの、なんならボランチからフォワードになって、ゼロトップみたいな感じでやったりしたことあるので。はい あのー、選手のこうチョイスというか選手、どういう選手で組み込まれるかによっては、僕はすごい、あのー、ポジティブなふうに捉,られ捉えてますし、はい、あの今、大分トリニータがやってるゼロトップとは、僕がやってたのは少し違うんですけど、はい、あ,のある意味、なんか、た、まあ、多分でも、望んだ形で今やってないと思うんですよ、僕の中では。 その中で今いる選手と今やれることっていう中でベストな選択をしたっていう意味ではすごい、あの試合も見,ました見てますけど、はい、あすごい,い、いいいい発想というか、すごいところにたどり着いたなって思ってます、僕は。ああ、なるほどです。結構いろいろあってあ、そこを選択したかみたいな。うん、そうですね。<laughs> なんか、<laughs> ワードがゼロなわけではないと思いますし、 はい、途中から、まあ、サム村選手とこれで入ったりとか、また違ったよさを見る前に、中川選手とか、僕、まあ、湘南で一緒にやってますけど、野村選手とかが前の方やったりしてて、あのまあ、やり方としてはすごいフィットしてるなって感じ結構、やっぱ中川選手が、今、大分では結構、起点となるというか、いろんなとこ走り回るじゃないですか。 うんまあ、そういったところを含めて、今いる選手の中で、いや今、すごいこう戦術にたどり着いたんだなっていうのは実感します <laughs>、ね、なかなかシーズンフルでこう、イメージ通りのメンバーで試合するっていうのは不可能なので、はい、中でやっぱチームの幅だったり、選手自身の幅だったり、あの誰かが出れない中で誰かがチャンスを掴んでっていう意味では、当たり前の中でこう、はい、いい。 方向に持っていけてるっていうのは、すごくポジティブな要素じゃないかなと思いますね。はい、はいうん、結構、まあ、大分からすれば、まあ、そういったけが人とか続出しましたけど、まあ、ポジティブの方に捉えて、どんどん前向きに進んでる形ですね。はい、<laughs> うん一応なんですけど、まあ、馬場さん的になんですけど、えー、まあ今、前半戦シーズンなんですけど、 今のところ、馬場さん的に今の大分取りにいたというのは、100点満点中、まあ、大体何点ぐらいなのかなという。ね、えー、<laughs> ちょっと難しいかもしれないですけど。まあ、あの順位とか、はい、順位って僕の中では今あんまりこう、重要視してないので、順位じゃなく、はいうん、見てきた中で言うと、60点ぐらいかなと思います。あ、60点ですか。はい。うんうん。ぐらいかな。

最初、前半始まった時なんですけど、開幕始まってから、結構守備がすごく安定してたんですけど、途中からちょっと崩れたじゃないですか。はい。やっぱあれは、まあ戦術がハマってないとか、そういうメンタルな部分とか、そういうのはやっぱ関係あるんですかね。なんか個人的にはずっと、昨シーズンから失点の形って同じような感じでしてるイメージがあって、はい。 あのクロスとかとにかく横のボールに強くないなってイメージがあるんですけどあ<ー>でまあなんかこう細かいこと言うと例えば4四4 2だったら後ろの4人のポジションバランスが悪かったりだったりとかはいあのまあ本当に僕も今選手じゃないしトリニータの選手じゃないので分からないですけどはいあの例えばブラジル人の選手が2人ぐらい出てた時にはい言葉の問題があるのか分かんないけどちょっと 誰かが出てしまったときにそのスペースを埋めきれてなかったりとか、ははははい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 、はい、やっぱりなんだろう原理原則とか基本的なことをしっかりやっておけば防げただろうなっていう、あーなるほどですね、まあ、でも,もちろんそういうのがはい行いかないから失点はするんで、当たり前ではあるんですけど。はい ただ、やっぱこうそれがずっと続いてるなってイメージで言うと、はいあの、なんか要因は分かんないですけど、少しずつポジションバランスとか引き出されたりとかっていうのが多くなっていったイメージはありますす、うん、なるほどですねいや結構、まあ、去年からなんですけど、僕、すごい気になってるんですけど、 なんか去年から下平監督のそのサッカーって結構カウンターに弱かったりするのかなっていう疑問はあるんですけど結構やっぱカウンターに対してのどうしても攻撃的というか前線の方からいっちゃうんである程度は仕方ない部分はあるんですけど今のところ結構カウンターでやられるイメージが多いんですけどなんかそのカウンターもやっぱり結局サイドに持ってかれてクロス上げられてやられるとか。はい っていう意味ではあのー、ポジションバランスだと思うしはいも、は、う、い、ある程度守備も前からいって人数かけてとかっていう中で、はい、こう奪われてそれを奪いきれずにカウンターっていうシチュエーションは多分多いと思うんですけどあのそうですね <laughs> だから本当に僕も今まあ大学のサッカーですけどコーチしててはい、はい、前前,前向き前向きなプレーをチームで。 試行してやってるんですけど、はいあのフ、フィールドプレイヤー10人が全員前向きになったら絶対ダメだと思うんですよ。後ろのセンターバックとか逆サイドのサイドバックとか、全体が見える選手っていうのはある程度バランスを取ったりとか、はい、ダブルボランチの1人は必ずバランス取とるとか、はいあの、そういうところがあのうまくいってないときにはやっぱカウンター食らいますし。 これは多分大学サッカーであろうがこあのプロの世界であろうが同じだと思うのではい、はい、やっぱりそこはまあコミュニケーションなのか準備不足なのかうーんあのもちろんね前から100回行って100回奪えることはないのでリスク管理キーパー含めてっいところはあの、まあ、サイドの攻撃もそうですけどちょっとずっと多分もう少し課題の部分であるのかなっていう感じがしますね。 ああサイドの部分ですね。うん、いや一応まあ結構今いろいろお話しさせていただきましたけども、あの腰あババさん的に、ね、まあ今大分取りに至って結構まあ昇格を目指していると思うんですけど、はい、まあこの後半戦シーズンに向けてこの大分が昇格するために今ちょっと必要なことっていうのはありそうですか。まず得点力ですね。<laughs> そうですよね。<laughs> はい。あでもそれはやっぱなんか。はい 僕の中で一般的に得点取れない、フォワードが取れないよねじゃないんですけど、はいあのそもそもやっぱフォワードが点取るって決まりはないって僕は思ってて、はいはい、あの、なんだろう、誰が取っても別にいいサッカーをしてると思うんですよ。まあ特に取りに行僕がいた時もそうですけど、だからフォワードが取れないから点取れるフォワード欲しいよねではなくて、はい あのー、やっぱ決めるべき時に決めるべき選手が決めるっていう意味ではまあフォワードなんですけどはい、はい、でもじゃあフォワードが今だったら例えばゼロトップで中川選手と野村選手が起点になって藤本選手が点を取ったりこの間サムレサル選手でしたけど、はい、あのフォワードが絶対取るっていうわけではなくてフォワードがよりいい起点になるからサイドの選手がゴール取れるようになったりっていう意味では あの幅広い攻撃、あとはじゃあボランチのミドルシュートがあるのかとか、上、はい、で取れるチームが強いねとか、いろいろパターンはあるので、はいあの、僕の中での得点を増やしてほしいは、フォワードの選手が取れよではなくて、はい、チーム全体として攻撃のバリエーションを広げることで、チーム全体で取れるっていうのが一番の中で、はい、でもやっぱ、 この選手が取るとチーム盛り上がるよねって選手って絶対いると思うので。まあそう、大井田の場合だったら伊佐選手とかが一気に盛り,盛り上がりますので、ね。そうじゃないです。はい、だから、そういう意味では、そういうチームが盛り上がる選手、はい、やっぱこの人が取るとチーム乗るよねって選手が、はい、取っていくことが、まあ、プラスアルファすごい必要かなと思います。ああ、あの、伊佐選手も、まあ、ヒーローインタビュー中に言ってたんですけど、あの、まあ、<laughs> 僕は点を取るというか、まあ、周りの選手に取ってもらうような役割をしていきたいっていうお話が一時期あったんですけど本当、まあ、今の大分見てたらもう周りの選手たちが関わっていってこうどんどん得点を生み出していってるじゃないですかトリニータが前回昇格した2018年の時とまたちょっと違った、まあ、新しいチームというか、まあ、そういった意味ではなんかもっと得点力が増えれば、まあ、もっともっと強くなるんだろうなというのは思いますね。うん やっぱ複数得点が少ないというか僅差の試合が多いので、はい、どうしても、やっぱこうある意味勝負強いっていうに捉えられる部分もあるんですけど、はい、どうしてもこう試合展開的にこうなかなか厳しい中でギリギリの戦いっていうのは夏にやっぱ疲弊してしまうので。 はいやっぱ複数得点取って少し余裕を持って試合を終えれるっていうのも上位にいくためには理想かなっていう感じもあるのであ<ー>あ<の>なるほどですね伊佐君も伊佐君が僕は一番取ってほしい選手であるけどはい伊佐君がどれだけチームに貢献しているかっていうのを見てれば多分ほとんどの方がわかると思うので、うん、そうですね。<laughs> そういう意味ではじゃあ 伊佐君がこうとにかく点取りに行こうってなったらチームバランス、多分崩れるだろうしはい、うん、でも、やっぱチームのこう勢いづかせるために伊佐君にやっぱゴールを狙ってほしいなって思いはああります、ね、ますそうですね、やっぱ伊佐選手が入った時のまのドームの脇用がやっぱ全ああいう選手って、はい、あの貴重だしあのそんなに多い選手じゃないので。はははいはいはい,はい、はい、やっぱ チームに一人いるかいないかっていう存在だと思うので、はい、こいつが入れると盛り上がるよねとか、こいつ出てきたらワクワクするよねっていうのは、すごいチームにとっても、すごい貴重な存在なので、僕自身も一緒にやってる数少ない選手っていうのもあるし、別に一緒にやってなくても、やっぱこの選手がチームを勢いづかせるんだろうなって見てればわかるし、はい、うーん,、うん。っていう意味では、僕は、 あの最初にフォワードが取る必要ないとは言ったけども、伊佐君にはちょっとっっ取ってほしいなという <laughs> まあの、一気にチームも勢いも上がりますし、そう,ですね、そう考えたら、でもやっぱ2018年はもうなんか、全員の選手が得点を取るぞという感覚はありましたよね、2018年は。そうでですねあのでも 正直、なんかめちゃくちゃ点取ったなっていう感覚があまりなくて、はいでめちゃくちゃ試合出たわけでもないんですよ、多分、4人と、はい、あの出場時間でいうとすごい短い中で、はい、みんな10点以上4人が取れたっていうのは、まあ、なんかある意味、攻撃の、まあ、藤本と僕はあの年に入りましたけど、はい、そうですね。うん、ななんんかみんなが ある意味こう攻撃をすごい理解してはいあのー、まあ簡単に言ってしまうとフィットしてはいはいはい、はい、それがなんかうまくはまってという意味ではストレスなくサッカーみんながやれてたのでああじゃあ結構こう馬場、うん、さん的にも結構楽しかったんじゃないですかそういう攻撃面とかに関しては楽しかったんですけど はい。<laughs> あの、サヌキン、まあ、前サヌキンいたんですけど、はい。サヌキンの時ってやっぱ1点取る苦しさとか、はい,はい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 。苦しさみたいな。はい。その中で生きてきたので、なんか、はい。すごくいい意味なんですけど、あっさり取れるシーンが多かったというか、ああこれ練習でやったのがそのままいけ、出たなとか、はい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 。本当に素晴らしいことなんですけど、なんか、 そううーんまあ、もちろんすごい大変だったし苦労もしたんですけど、はい、なんかすごい理想通りに点取れちゃったなっていうのはすごい多かったと思うのでうーんなんかまあそれがすごいチームとしての成熟度ではあったんですけど不思議な感じではありますあの時も結構大分も一体感もありましたし。 結構選手たちも伸び伸びやれてたのかなっていう、うん、なんか今の,せ今の選手たちもなんかほとんどちょっとこう少しだけでも絡んだりした選手増えてきましたけど、はい、やっぱいい子が多いしうーんまあ僕の時にもやっぱいいやつばっかりだったっていう意味では、まあ、なんかク,ラクラブ柄というか西山哲平さんが見て呼んでくる選手っていうのがやっぱ統一されているのかなって感じはしますね。 あなるほどですねいや結構今あの、ま、昇格するために必要なことを言っていただいたんですけど馬場、あのーまあ、さん的になんですけど後半に向けて馬場、まあ、さんがこう注目している選手がちょっといるのかなということで後半,後半ですね、ちなみに前半は。半あ前半は、ねえはい、注目してた選手ですか。注目してた選手は 最初にしてたのは僕、池田蓮君、蓮志選手。ちょっと怪ががあって、はい、最近やっと出,れ出始めたんで、そうですねあのすごく大分にフィットするだろうなと思ってた中で、ちょっと怪ががあったりで、ちょっと残念だったなと思って。あのだ引き続き,きあの楽しみではあるんですけど、今は、はいあの、ちょっと怪我で、今いないですけど、町田選手と渡辺新選手。 新田選手、はい。日がで帰ってきた、あのー、そうですね。やっぱ夏場ってすごい疲弊するんで、チームとして。ああ、やっぱもう影響するんですね、夏の暑さめちゃくちゃします。J2 ってやっぱ休みなくずっと続くので。あのー、はいはいはい、あのー。まあ、僕、いろんなところで野村選手はもう別格だと思ってる、はい、とは思ってるんですけど。はい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 。 こうずっと稼働してもらうのは理想だけどそうじゃなくなった時に、はい、ちょっと休ん休んだりとか連戦でちょっと休憩した時に贅沢なんですけど町田選手がけから復帰してたりとか渡辺選手がこの間復帰しましたけどこうえ野村休んでてもいけるやんっていうぐらいになってたれた、はいはい、チームとしては最高だろうなと思いますね。 そうですね今、まあ、野村選手が怪我で抜けたりとかされると結構、大分もチーム的にもきついと思います、そう考えたらやっぱ池田蓮選手とか、まあ、野竹選手もあの今、ちょっとベンチ外とかになってますけど、はい、まあそういった選手が帰ってくればまたより一層、まあ、大分の,その選手層の厚さっていうのは回復していくのかなとは思うんですけど。 そうですねなんか今のゼロトップのやり方に合う選手っていうのはたくさんいると思うので、はい、フォワードが帰ってくれば理想だしフォワードがなかなかスローない中でも川、はい、選手いたり野村選手いて町田選手ももし帰ってきて池田選手いて、はい、渡辺選手っていてで、まあ純也も今 <laughs> ベンチ入ってないけど、はい。今年のサプライズだと思うしあのー、ね数言,い言い出したらキリがないぐらい。 いい選手たくさんいるので、うーん、なんか、それこそ今、ゼロトップやれてよかったんじゃないかなって、多分後から思うんじゃないですかね。いや、あの、結構、そのゼロトップを、まあ、僕はやっぱ使ってる、自分たちの応援してるチームがゼロトップを使ってるのを見てて、なんか、まあ、なんかすごいなっていうのはありますし、うん、で今年やっぱ若手の選手たちが結構躍動してるじゃないですか。そこも 今の前半シーズンを支えている要因の一つでもあるのかなと思うんですけどそうですね、まあ、あの若手が伸び伸びできるってことはいいベテランがいるって僕は思っているので、はいあの、キーパーも西川選手、本当にいいキーパーだし、はい、ただ今、高木が出てないですけど、彼がやっぱりいるっていう安心感は絶対あるし。ははははいはいはい、はい という意味では要所要所で梅崎選手とかも今ねちょっと離脱したりとかそうですねありますけどす、ね、やっぱそういう選手がいてこう若手が伸びていってお互い接たくましてっていうのが、はい、絶対強いチームの理想系なのではははいはいはい、はい、その時その時でベテランが活躍しする時期もあれば今若手の選手が躍動している時期でもあるしはいもう若手でいいよねじゃなくてやっぱ。 上の選手がいて、若手がいてっていうこのバランスが僕はすごくいいんじゃないかなと思っていますあなんか、今年大分が掲げてるその競争っていうのが、まあ、ベテランと若手で、本当、バランスよく今、本当、できてるんだろうなと思ってます。それがやっぱ今年の、まあ、前半調子、まあ、好調だった理由なのかなという。良、うん、かったですもんね、若い選手は、うん、本当にあ。そうですね。 屋敷選手も安田選手も、アンダー20とか選ばれたりとかしてますし、チーム状況的にも、今年はまあいいイメージが結構多いなっていうのはありますね。3連敗はしましたけど。<laughs> <laughs> そう、だからなんか、そうですね、大崩れしないっていう意味でいいかもしれないですね。そうですね、結構崩れるのかなって思っても、どっかでスイッチが切り替わったように、ぐっと上がったりするので、そういった意味で今、大分が。 な、まあ、なかなか落ちない一つの理由なのかなというのはそんな感じで、ですね、まあ、ちょっといろいろシーズンというかあの前半戦の大分トリンターの評価をちょっと馬場さんにさせていただいたんですけどここからなんですけど、えーまあ、ちょっと馬場さんの大分時代についてちょっと聞いていこうかなと思うんですけどこういうのってあの、まあ、鳥サポからしたらその選手たち目線でどう思ってるのかなというのがあるんですよ。うーん 例え,ば例えばなんですけど、馬場さんが初めて大分に来たときに、まあ、来る前でもいいんですけど、まあ、選手から見て、大分トリニータっていうチームは一体どういうイメージなのかなっていう。うん、どっちがいいですか、僕、結構トリニータは深いので、初めて関わったのは、大学の時に別府キャンプ来た練習試合。お<ー>今大学の4年生の時に、4年になる前に練習参加してとか。はい それこそ、ベルマーレと一緒に昇格した時の2012かな。はい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 。プレオフで取りにいたが。とか試合できたりとか、まあビッセルの時の試合できたりとか。<laughs> はい。そうだねかん。なんか結果、まあいずれつながるよねっていうぐらい深,深い、一番深かったああ、もう本当、学生時代からオファーも取りにいたから。 あでも学生の時は僕オファーはなかったと思うんですよね。あ、そうなんですか。練習参加の打診はいただいて、練習来たんですけど、はい,はいはいはい。はい相手されなかったんで、ああ<ー>、そう、でもなんか、え、全然やれるのにっていう感じはありました、正直。<laughs> あなるほどですね。はい。あの、初めて、あの、馬場さんがあれですねさ、初めて大分に来て、あの、まあ、 初,初出場ということで出たときって、鳥サポのあの雰囲気ってやっぱすごいんですか選手から見て。試合に自分が鳥にいたの選手としてる時あ、そうです、そうです、そうです。えっと、どっちかっていうと、初めての時は、はい。すいません、申し訳ないけど、あんまりそっちにイメージがなかったですまあ、なんだろう。 シーズン最初の頃、メンバー、最初開幕メンバー入れなくてとか。はい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 。あの、で、まあ、やっと、初めてのスタメンが、まあ、スタジアムだ、ホームのスタジアムだったりとか。はい。で、相手が古巣の水戸だったりとか、いろんなことがいろいろ重なって、<laughs> 何個も重なってることがあって、<laughs> そうですね。なんか娘がその日誕生日だったりとか。はい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 。やっぱ、 まあ年齢とかいろんな移籍してきてとかいろんなことがあってやっぱ自分の中でこう、はい、勝負の年だった中でのやっと掴んだ初戦だったのではい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 なんか正直サポーターの雰囲気を楽しんでる余裕というかそっちはあんまなかったっすねああなるほどですね、はい、あの個人的に気になったんですけどあのまあ讃岐 に、まあ大分が勝ったあの試合なんですけどあの時、はい、あの馬場選手フルス相手にゴール決めたじゃないですかはいであの時周りの選手は喜んでたんですけどあの、うん、やっぱ馬場さんまあそんなにこうまあよ喜ばなかったじゃないですかやっぱあれは、うん、まあ相手がさぬきフルスっていうのもやっぱあったんですかねホームの時ですよねあそうです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 ,そうですねあのー これ話したことないですけど僕実は。はい、ああ本当ですか。あのまあ誰と本当は僕その試合スタメンじゃなかったんですよ。はい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 。で、まあ、急遽スタメンになって、はい、でまあ現状戦う前から讃岐は最下位ではいでもあの形的にはねんだろう、はい、こ自分から出てったんですけど本当に。 サキも大事なクラブで頑張ってほしい,い中で、はい、すごく対戦したくなかったんです僕まあそうですよね <laughs> なんかだからその試合の1週間ははいええー、本当にちゃんと腹くくってプレーできるかって自信がなかったりしたんですよああなるほどですねすごい難しい一週間ではいでも あの前日にしっかり自分の中で決意して、トリーニーのためにやらなきゃいけないっていうのを、もちろんずっと思ってたんですけど、はい。で、やった時に、すごく讃岐、あのと引いてきたんですよ、試合で。はいはいはい,はい、はい、僕、それがすごい残念で、はい。なんか、もっと来るだろうと <laughs> う。もっと来いよと思って、はい。で、まあ、あん あんな引かれたら今の取りにいだからしたらいずれ絶対点取れるっていうのは時間の問題だと思ってたので。はい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 。でまあ取った時にまあもちろんめちゃくちゃあの時で初めて2桁いったし得点だったしはう、い、嬉しかった反面すごい残念なのと、はい、だからなんかフル数だから喜べないってよりはなんか残念だったしはいもちろんなんか。 もう正直1-0になった瞬間、はいいけないですけど、勝てると思ったんです、僕は。ああ、なるほどですね。で、やっぱトリニタたも良かったし、あの時も。そうですね。なので、あの、ある意味、ちょっとまたサヌキは厳しい状況になるなっていうのは、すごい残念だったし、すごい複いな点ではありました。めちゃくちゃ嬉しかったけど、<ー>複雑だし、 一緒に頑張ってきた、2年間残留ぎりぎりでしてきたクラブがもしかしたらとかもいろいろ考えたりしたんで、ああ、いや、そう考えたら、その選手からすれば、複雑な思い出のプレーというか、試合にはなる感じはやっぱあるんですね重たかったっすね、でも本当にトリニーターのためだけにやるって決めて、ピッチに立ったんで、そこには迷いなかったんですけど。はははいはい、はい なれた状況がすごい思っていいなっていう感じがしました、ね、まあもうほんとその時とあれによるって感じですよね <laughs> <laughs> まあもしかしたらその時にさぬきも調子が良くてもう前からガンガン来る感じだったらもうバチバチにやり合ってたような、うんはい、僕はそうしたかったなっていうのもちょっとありますああまあ選手にもやっぱそういうのがあるということですね <laughs> もっと濃いよって思ってやってましたねああ。 なるほどですね。いや、なんか、すごいこう貴重なお話を聞けたというか。そうですね。<laughs> なんで別にこ、この場が別にいい悪いとかじゃなくて、なんでこのタイミングで俺も話したかなと思って。<laughs> いや、すごくあり方がたかったです、ね。そういう、なんか、貴重なまあお話を聞けたというか、やっぱその讃岐自体で、やっぱ結構こうイメージがあったので、ゴールを決めて、やっぱこう、古、ま、巣、あ、だからかなっていうのもやっぱありましたし。そうですね。まあ、それはまあ間違いなくあります。 はははいはいはい,、はい。じゃあ、あと続いてなんですけど、あの、ま、あこれ、多分ん鳥サポさんからすれば結構聞きたいことだと思うんですけど、あの、まあ、あ馬場さんも結構こう、まあ、ちゃんととか、ま、あ歌われてると思うんですけど、やっぱその試合中のちゃんとなどって、やっぱ力になれますかね我々鳥サポとかサポーター側が思いっきり声出して、それがこう、<声>選手に。そう、なますよ。ああ、ほんとそうなんですか。なんか、 それこそ分かりやすく言うと85分ぐらいでもいや足つりそうだなとかもう走れりゃなはい、はい、でも答えはくねえなと思った時に自分のちゃんととかがそのタイミング流れたらなんか HP で言ったらちょっと回復しますもんあなるほどですねもう、はい、じゃ結構やっぱじゃあ、まあ、重要というか、まあ、貴重なリリあ分かんないですよ1十0人いたら10人がそうか分かんないけど、はい、僕は絶対的にそうだったしはい あのそうであると思ってます、ほとんどの選手が。うん、でもうなんかこう、力になれたらなっていう思いで、やっぱ僕たちもこうやっぱ声出すじゃないですか。はい、力にしかなってないですよ。ああ、だからそれを聞くと、なんかまた安心して、またもう次の試合も声出したくなりますね。<laughs> だってね、あんな <laughs> 休みに、やっぱ例えば月から金働いて、 はい、で土日の休みに僕らの試合にお金を払って見に来てくれて、はい、なおかつ、これからの時期なんて結構、もう本当に選手と同じぐらい皆さんからしたらハードワークする応援をしてくれるわけじゃないですか。その熱量は感じない方が、うが、お前、どうにかしてるぞって僕は思いますけどね。<laughs> 特にトリサポってなんか あのぼまあ、僕の勝手なイメージなんですけど、なんかこう、選手と共にこうみんなでやっていこうぜっていうイメージが強いんですよ、僕の中で。なのでこう、汗びっしょりになっても、雨降っても、関係なしにこう選手にこう応援を届けようという、あの熱意が僕の中であのすごく好きなんですよね、鳥サポっていうのが。そうですね、なんか、それこそ僕、鳥にいた本当に今、大事なクラブって思ってるんですけど。あ、はい、あのまあ 7つのクラブいたので全部大事なんですけどやっぱまあ鳥リは思い出深いし、はい、で湘南ベルマーレっていうのはやっぱ生まれ育ったクラブで自分の一番のサポーターであるクラブなんですけどはいどっちも似ててうんなんかその似てる雰囲気はなんかトリニータ来た時にあなんか湘南ベルマーレにちょっと似てるなっていう雰囲気があってはいはいはい、はい、それをお互いのサポーターがどう思うかとかいや全然って思うのは あ,のあれだと思うんですけど僕の中ではなんかすごい似ててはははいはい、はいあの一緒に戦ってくれてるあの多分例えばねウラーレッズとかも一緒にめちゃくちゃ戦ってるんですけどまた違うはい、はい、違うなんだろう違うジャンルの一緒に戦ってくれてるうんもうちょっとジャンルと違うって感じですねその中ではなんかすごい似てるし、はい、僕もあのどっちも大好きなんですけどはい 本当に一緒に戦ってくれてるっていうのを感じれるサポーターの皆さんではありますよね。いや、だか、ら嬉しいですね。そう言っていただけると。でもなんかそういうのって感じるものだと思うので、はい。僕はそう思ってます。本当に。あの、別になんか切れ事というわけでもなく、はい,はいはいはい。で、今、外から見ててもやっぱそうだし、はい。なんか、で、年々、 なんかその思いが強くなっているようにも思いますけどね、皆さんあ。うーん。それがす素晴らしいなと思います。なんかこう、試合中に、まあ、例えばなんですけど、やっぱ馬場さんのちゃんと流れてきたときは、きたきたってやっぱなりますかね。き <laughs> たきたっていうか、なんか、き <laughs> たーみたいな。あります。なんか、うまいっすよね、タイミングとかも。<laughs> <laughs> なんだろう。例えば こう例えば今だったら伊佐選手この時間点取ってくれたて時にうまくはななんかうまいタイミングで入れてくるじゃないですかそういうのあると分かってんな頑張ろうみたいな<笑><笑>いやここで欲しかったのがもうピンポイントで来てくれたみたいなここここ,こ,こ,ここみたいなあやっぱあるんですねそういうのがなると思いますよ、えー、いやなんかそれを聞くとやっぱもっと応援したくなりますね 多分今、皆さんも多分い,やい,やいたらい、試合ちゃんと見ないと、あ今この選手かなみたいになるから。そうそうそう。大変ですよ。<laughs> もう見ながら応援してみたいな。やっぱいサポーターってジャンプしながら見るじゃないですか。うん見れないですもんね。なかなか、やっぱ、<え>まあでも逆に言えば見る力と、まあ、体力がつくんで、まあそれはそれで。<い> <laughs> じゃあこ、あともう一つなんですけど、えー、こちらですね。まあ 馬場さん的に大分時代でこう一番印象に残ったもの、まあエピソードとかってあったりするんですか僕、えー、まあやっぱサポーターの方見てくれて,くれてるんで、はい、僕は、あの、昇格した時の最終節の場内一周するじゃないですか。 あのん時の動画、自分で撮ってて残ってるんですけど、はい、その時の大分寄りの使者の歌と、はい、あと僕がその次の年に、はい、まあレンタルで移籍する前に、自分の中ではこの試合、最後だろうなって思ってた時に近い試合が浦和レッズとの試合だったんですけど、はい、ホームで。 であのときのサポーターの音量性能、はい、太さ、太さはい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 まあ、ベンチ入ってなくて真ん中から試合前にパッて見た時のあすげえなっていうのは今でも忘れられないですねああ、そうなんですね、うん、なんかあれは忘れない相手が浦和だったからなのかはい <laughs> はいはい。<laughs> まあ、久々に J1 戦ってる中でやっぱこう何、はい、ていうか J1 に行くと声の質ってまたそっちにより強くなる気がしててそうですなんかまたなんか全然変わるというか,か、うん、進化するというか <laughs> そ,うそうであってほしくない面もあるんですよやっぱはい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 、はい、<laughs> でもやっぱそ,そ,そういうもんであるっていうのを理解しててあの時は,はい、はい 多分僕ヴィッセルの時も湘南の時も経験あるんですけど浦和レッズするとジャックされるじゃないですか。はい、あされますね。<laughs> でもあの時にジャックされてもジャックされないぐらいの雰囲気を僕は感じてましたね。<ー>もしかしたらジャックされてたかもしれないですけど浦和 <laughs> はちょっと別格なんででも本当にすごすいすごいですね。 もうまた J1 に上がるとその分、浦和レッズもそうなんですけど他のチームもサポーター押し寄せるじゃないですかまた J2 の時とまと全,全チームがサポーターが来る感じなんでまあそういったところも含めて J1 に上がりたいという思いはあ,りますねあとその大分時代にやっぱめちゃなんか仲良かかっった選手っているんですかあ僕、大分の時は林洋平が一番仲良かったですね。 あ林選手ですか、はい、それこそ、多分何回か話したことあるんですけど、他では。二、はい、人で開幕戦、メンバー外れて、で大分の某カフェに2人で行って、はい、<laughs> やってやろうぜって言って、飯食って帰って、そこから2人で試合出て、暑いですね <laughs> で。なんか、そこから変な結束が生まれて。はいで あのまあ、気も合うというか、はい、ま変なやつですけど面白いし仲良かったのとあと今だから話せるで言うと、はい、あの山形で昇格したじゃないですかその夜はあのちょっとだけみんなで外に出て、はい、乾杯だけしましたね。 えー、そうなんですかそう本当にいそれ1回だけかもしれないです僕サッカー人生ではい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 、はい、全員で近くでぱ杯だけ乾杯しようっていうなんかまあおめでとうも込めてみたいな、えー、いやなんかい,やいいですねそうすで僕一番年長だったしキャプテンだったから はい,はい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 。そうですね。全額支払ったっていう思い出があります。えー、全額払ったんですかそう、なんかね、喜びと、はい。あの、会計前の不安とみたいな。<laughs> <laughs> いやあの、そこでやっぱ全額を出すとかっこいいですね。なんかサッカー界って年上が払うみたいな。あ、なんかよく聞きます。そう、なんかね、だか僕、それこそ、あの、昨日息子に話してたんですけど、はい。 遠藤航とかも代表のキャプテンの湘南で一緒にやってるんで湘南の時に何回かご飯連れてって一緒にとか、はい、今も一緒に行ったら俺がおごるんだろうなーって息子と話したんですけど <laughs> なるほどでサッカー界ってなんかそういうのがあるんでなんかあの時も、まあ、でも本当に嬉しかったしみんなで成し遂げたから全然そんな良かったですけどね。はははいいいいいいや ああい,いよい,いよいよみたいな感じですかね。い <laughs> こうよみたいな感じで。あいや、いいですね。<laughs> かっこいいですね。いや、でもね、本当にみんなで成し遂げたもんだったんで。そうです。いや、もうあんなに、もうんですかね、まあ、僕、ダゾーンだったんですけど、当時、はい、涙流しましたもんで、ね。確かになんか、試合終わってすぐ決まらなかったじゃないですか。 僕、相手にずっとちっちゃいとか一緒にサッカーしてたやつがいたので、そ,そ,その選手と話し行った時に、はに、い、わーってなって決まったみたいな感じだったんで、みんなとちょっと違うわからだスタートだったんで、若干出遅れたみたいなの覚えてるんですけど、なんか不思議でしたよね、はい、試合終わって決まらないっていう。いやそうですね、もう、何ですかね、あの待ち遠しさというか、高い場の試合を見、うん、気にしながらみたいな。 やっぱあの時でって試合中とかって、やっぱ選手たちって高い序の結果ってやっぱ分からない状態なんですかねいや、あの時どうだったかな僕もベンチ下がってたんで、はい、いや、どうだったかな <laughs> なんか見てた気もするな。でも結局、終わっても高い序終わってないから、はい、試合中に分からなかった、あの試合中、他の結果気にしても分からなかったんで。 はい,はい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 。ははいいあんまりこう意味はなかったかもしれないですね。ああ、なるほどですね。あのときの選手たちのまあ男泣きがもうすごくこう、グッとくるというか。そうっすね。やばしもうすばあのい。前田選手とかのあの涙でもう、スまあ出来なかったです。<laughs> ねあいつもいろいろあった1年だったもだったと思うので。はい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 。 いやかすごいこう貴重な大分時代のお話を聞けて、すごくこう心が温まったというか <laughs>。ここからなんですけど、鳥サポさんからえまあちょっと質問コーナーということで、今見ていただいている視聴者の方で馬で場ババさんにこうちょっと質問したいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひお願いします。まあ、ち,ょちょっっっとさっきあれ語ったんですけど えーまあ、仲良かった選手っていうのもちょっとコメントから拾わせていただいたんですけどやっぱこうでも大体やっぱ皆さんとやっぱ仲いい感じですよね当時はあな逆に仲悪い選手はいないですけど、はい、こうよく一緒に食事行く選手とか、はい、っていうのはなんかやっぱどの世界でも決まってくるというかはい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 なんかそのパターンはそうですねなんかこの日の あのこの人から昼は誰と行くとかっていうのは大体はでも決まってたけど、うんはい、別にじゃあ全員と仲悪いかってそういうわけでもなくてある程度はこう細かいグループみたいなどのチームでもあると思いますけどね。うーんあの視聴者さんからなんですけど、まあ、鳥里さ,さんからなんですけどあの、まあ、大分鳥にいたいと馬場さんの再会に感動ですと。うん 今あの馬場さんのひげ、えー、を学んでる最中ですということです。<laughs> はい。頑張ってください。結構、でも特徴的ですよね。<laughs> 結構馬場さんもの。僕ひげ欲しいんですよ、ここも。あ、生えないタイプなんですかここ生えないんですよね。ああ、そうなんですか,か僕は今のひげじゃなくて、ここまで一回欲しいなと思ってます。はい、全然、どうでもいい話ですけど。<laughs> いやいや、僕、僕どっちかというと、結構生えちゃうタイプなんです <laughs> あ、ほんですか裏ですなので青ひげなんですけど。あ そういうこと結構濃ゆかったりするので、一番印象に残った自分が決めたゴールを教えてほしいですとのことなんですけど、トリニータでは、はいえー、僕は山口ホーム山口戦の2点目、はい、ちょっとね個人的にすごく嬉しかっただけで、なんか。はい そんな盛り,上がったし盛り上がった点というか <laughs> 上位対決であったんですけどはい、はい、ホーム山口戦の22かなと言ったんですけどその2点目はすごい僕の中で嬉しかったですね、まあ、流れが良かった自分の中で流れがすごい良くてとって嬉しかったはいはいはい、はい、当時結構山口も調子良かったですもんねあ,あの、まあ、2つになっちゃって一番じゃないですけど はい、ある意味の横浜市の伊佐君がもうあとは僕は決めるだけですのゴール負けちゃったんですけどははい、はいあの時はまあ負けてしまったけども昇格本当に最後の大一番の上位対決だったんで、はい、で先制点だったんではい、はい、あの時はめちゃくちゃ嬉しかったですね。 あーなるほどですねでも結構、印象に残っているというかうんあ、あとですね、えー、高畑選手があの途中交代であのベンチで落ち込んでいた時き、馬場 <laughs> さんはなんて声をかけたんですかというね、<laughs> ありましたね、ありました、ありました。ありましたね。<laughs> お前、全然よくなかったじゃねえかよって言ってたら、一番やっぱあの時は、もう結構落ち込んでたんですか、高畑選手は。 落ち込んでたんじゃないですかあ<ー>、まあ。まあ、でも正直僕も試合出てないのにお前に構ってるよ、ねーよっていうのが本音ではあったかもしれないですけど。はい、はい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 。でも多分あの時彼は前半で変わったのかなあ、うん、あ、そうですそうですそうです。で、まあ僕はハーフタイムアップするときに、はい、ケイタがベンチで座ってて、 どうしたらいいか分からないのか、方針状態なのか分からなかったんですけど、はい、あの僕も近い経験はしたことあったので、はい、だまずはあの誰でもそういう経験はするし、なんはい、それを自分の生かすもこすもこれからやと思うから、まあ、ある意味なんか落ち込む、落ち込むのは絶対落ち込むんですけど、はい、あの落ち込むんじゃなくて、次頑張るしかないやんっていうので、 でも、試合中だったから、まず1回しっかりベンチ戻って、今のベンチのところにしっかりこう、しゅんとしないで、普通に堂々としてなさいみたいな話はしたかもしれないです、たいやでも、それがあったからこそ、今、高畑選手の,その成長にもつながってるのかなっていうのはいす、ね、いや、ないです、ないです。<laughs> いや、でも結構こう、やっぱ高畑選手も苦しい時期もありましたし。 うん、そういったところでいろんな、ね、堂々とした選手、堂々とプレーできる選手になってきたなっていうか、いい選手になってきましたね、うん、本当に。なんか、以前に比べて自信がついてるプレーが、なんか見てて取れるなっていうのは思います、はい、見てて、見てて誰もが分かる、うん、やっぱ良さをしっかり出せるようになったし、そうですね、あとですね、いい後々に代表とか選ばれた選手とかは、 こいつは将来大物になりもう遠藤航とあ。ああ、遠藤選手ですか。遠藤航はもう絶対、はい、なんかね、もうレールが敷かれてると僕は思ってます。はい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 。僕初めて一緒にプレイしたの16歳か17歳なんですけど、彼が。はい。で、湘南で J1 の時に高2で試合に出て、はい。で、点取ってるんですけど、あの、 彼って足もそんな速くないですよ。はいはいはい。背も高くなくて、体もめちゃくちゃ強いわけじゃないですけど、はい。適応能力が半端ないんですよ。どのレベルに。はい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 。だから高校せ、高校2年生で J1 で適応したし、はい。裏割れてたら割れて,たられて。高校 2>, 2年生で,ですかそうと、もう高2でも最後の4試合ぐらいスタメンで出て,て、もうな、な、遜色なくやってて。はいはいはい。 で、まあなんかこう、いずれオリンピックのキャプテンになるんだろうなっていう、なんかもう、僕の中で本当,、はい、本当にもうレールがこう、パンってあるようなやつで。<laughs> は,いは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 い。で、浦和レッズ行っても、まあ、いずれこう、当たり前に試合に出て、当たり前中心選手になるだろうなってなってなるし、はい。で、海外行っても、まあ,あの、全然びっくりじゃない、僕からしたら驚きは全くないです、今の、<ー>今の状態。 もうレールに沿って、はい、あ、いってるんだなっていう,そうで。その中での彼の努力ですよ、すべては。はい,はい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 。はい。ストイックだし、真面目だし、人間的にも素晴らしいやつなんですけど、はい、まあそれが故に、もうなんか、本当、決まってます、彼は。17歳で今の想像できました、本当に。ええすごいじゃあ選手だったんですね、やっぱり。でも、別にマリノスのユースに行けなくてとか。はい マリノス・ジュニスとか全部落ちて、ベルマールのユースがなんか、マニアックに拾ってきたみたいな感じでしたけどね。ああ、なるほどですね。はい、あ,あと、あありましたね、これ。えっ、ー、と、アウェー松本戦のアウトサイドパスを痺れましたという。<laughs> <laughs> 確かに。これ結構、印象的に残ってますね。そう。やっぱ、アウトで蹴るやつが少ないから印象的なんですけど。はいはいはい。アウトの方が得意だったんで。ああ、そうなんですか。個人的にはそんなになんか、 特別感はないんですけど、いいパスがよた,たまたまいったなとは思ってます。えっとやっぱ通った時あこれ、いったなっていうのは、あった、ありました。<laughs> そうだ直接触ってくれたら一番良かったんですけど、アシストになってないんで、<laughs> そうでも、そうですね、なんか、やっぱめちゃくちゃ内股で、インサイドよりアウトサイドが得意だったんで、はい、いいパスが通ると、なんかこう印象には残りやすかったのは、ちょっとラッキーかなと思ってます。うん うーんあと,だあとなんですけど、うん、えー、質問ですと、えー、スタジアム以外で馬場さんが大分で好きな景色場所はありますかとのことなんですがスタジアム以外で好きな景色、はい、いや夜,夜景とかやっぱり行かれたりとかはあ僕全然 <laughs> ん <laughs> ねえ 僕、今だから言えるんですけど、平和市民公園の近くに住んでたんですよ。はい,はいはいはい。はいだから、あのー、平和市民公園の芝生のとこの、はいあ無駄に広いというか、<laughs> うすね、あ好きでしたね。<laughs> うんへえ。ー。やっぱいろいろ県外け、県内で、大分県内で、 いろいろ観光とか行かれたりしたんですか中津とか。いやー、中津は唐揚げですよね。あ唐揚げです、唐揚げです。僕、思ったより行ってなくて、唐揚げは行ったんですけど、はい。あとは湯風院に1回か2回ぐらいと別府。はいはいはい。ぐらいですね。やっぱ選手たちもやっぱ別府温泉とか、 入ったりするんですかね。あねあ、行ってたと、<laughs> 行きます、行きます。ああ、もっとでもいろいろあると思うんですよ。はい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 。全然いけてないと思います。ああ、やっぱもう、それよりも、やっぱトレーニングとか。あと、僕、大分の時、息子が幼稚園で。はい。で、娘が幼稚園入る前で。はい。なんか行くとこ、大体決まってしまってたんで。<laughs> <laughs> そう、なんか、そうですね、ご飯屋もゆっくり行けないしとか。<laughs> は,いは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 い。まあなんか、子育ても大変な時だったっていうのもあるかもしれないです。ああ、その馬場さん的に、まあこれちょっとこう言っていいのか分かんないんですけど、馬場さんが、まあ、一番美味しかったお店の名前とかってやっぱありますかね。<laughs> 一番美味しかったお店。いや、はい、今でも付き合えるんで言えないですよ。<laughs> ああ、そうですね。うち一番じゃないんだっていうのはあるんで。 ああそういうことですね,あれですね今。やっぱ大分は本当にいろんな人によくしてもらったんで、あのお世辞じゃなく、すごいいいたおいしいお店たくさんあるんで、選べないですけど、でも、そうですねな。だって本当、宮島もやっぱ一番。 うんだしとか、かだから、はい、ミ <laughs> ラクアンも一番だしとか、はい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 。ね、選べないですね。ああ<ー>、なるほどですね。いや,いや、それはもうそうですよね。だ <laughs> から言われて、確かにと思いましたもん。いいとこがいっぱいあるって選べないですね。あまあでもあの、いいとこいっぱいあるって言われて、結構もう嬉しかったです。<laughs> ね本当にでもいい今、今、だって今行っても、うわ、全部行けないわで帰りますからね。 ええー、いや、いい。いけたくないわ、けいわけないわ、みたいな。はいはい。いや、結構こういろんなすごい贅沢だなと思います。はあ、いや、ほんと贅沢な、ぜいたくな悩みですし、うん、鳥サポからしてもめ,めちゃくちゃ嬉しかったです。<laughs> ねありがたいですね。あ,あと、馬場さん的には、その尊敬してるサッカー選手とかって、やっぱいたんですかあの、吉田隆行選手。吉田隆行選手ですか。もっと大分トリニタの選手なんですけど。ああ、はい、はいはい。はい。吉田隆行選手。 僕はヴィッセルに同じ年に入団して、はいそうだ、僕はずっと吉田孝幸選手が自分の憧れの選手、プロになってからはずっと憧れの選手でした。ああ、たぶん僕がこうト,リトリニータを応援する前の選手だったので、プレーとかまだそんなに見れてはないんですけど、ああトリニータの本当、最初の頃を支えた人だし、そうですね、名前だとこう聞いてますし。 一番選手選手になってから一番影響を受けた選手ですね。ああ、選手としてもやっぱすごいプレイヤーだったという。そうですね。あのまあ、うん、振る舞いとかまあいろんな面見て、僕は一番好きでした。はい、あ,とあとですね、馬場さんみたいなえテクニシャーになるには、どのような練習をしたらいいですかということなんですが。はい、僕、ハードワークが売りだったんでね。<laughs> はいはいはい。テクニシャンじゃないって思われてるんですけど、<laughs> 僕実はバリバリの10番タイプだったんで、大学生の時は。はい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 。ビッセルの時もどっちかっていうとファンタジスタ的なプレイヤーだったんですけど、はい <laughs> 気づいたらなんかハードワークとか、なんか男馬場検事みたいになって、ちょっとテク <laughs> ニシャン的な感じじゃないと思ったんですけど、<laughs> は,いはいはい。個人的には技術は大事にしてたんで、はい。 どのような練習をしたらいいかっていうと、あのー、まあ、どの年代でどの練習するかって、ま、細かい話になっちゃうんですけど、はい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 。ま、小学校とかちっちゃい時にたくさんボール触っておくっていうのは大事かもしれないですね。ああ、もう常にこうボールをもう触れてっていう。うんなんか、細かいこと言うと、なんかマーカーコーンを置いてドリブル一勝してたりとか。はい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 。 で結構、小学校の時何してたかでその選手のなんか特徴って決まると思っててはい僕の友達で4年小学校の時から5号球蹴ってたやつはやっぱキック力がすごい <laughs> 選手になったりとかあーやっぱ環境とかにやっぱよるんですねよると思います。あとは、うん、僕、J リーグでもヴィッセルの時は練習に壁があって。はい やっぱ暇さえあれば壁と一緒に、まあ、友達がいないわけじゃないですけど <laughs> 壁当てしてトラップとか何、はい、かやっぱ何をするってよりサッカーも含めて日常に多分日常どんだけサッカーを意識してやってるとか、はい、どうやってイメージしながらサッカーするってすごい大事だと思うのでうーんあの練習内容も大事だけど、はい、あのじゃあこの練習してこれをどう 自分が生か,したい生,かし生かしたい時に生かすようにするかって考えたりとか、はははははい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 、はいなんとなくリフティング100回するよりは、どうやってボールタッチ意識しながら100回やった方が絶対いいと思うし、はははいはい、はいただやるだけじゃなくてってことですよね。内容っていうよりはやっぱり意識してとかあの、どうなりたいかっていう方が大事かもしれないですね。ははははははい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 、はい じゃあちょっとこれ最後にお聞きしたいんですけど、えー、馬場さんがハットトリックを決めた試合、試合内容で、肩さんは激昂でしたが、馬、え、場、ー、さん的にはやはり複雑な気持ちでしたかということなんですが、最悪でしたね。ハ最悪だったですか。こんなの1位の試合じゃないよって言ってました、ね、あそうです、そうです。言ってましたね。あの、肩さんが僕、 <laughs> 怒ったのあれぐらいじゃないかな。あそうなんですか本気で怒ってたのは。はははいはい,はい,はい、はい、で、まあ、確かに冷静に見てまずい試合ではあったと思うんですよ。はいはい、そうですね。で、肩さんって、今の下もさんもそうかな。活躍したり、まあ、なんかその試合で目立った選手が最後挨拶するんですけど、はい、あそうで、すねでなんかわーって言って <laughs>。 <laughs> 怒ったり、なんか全然良くなかったよって言って、はい。じゃあ、最後、ケンジ、みたいな。はい。<laughs> いやいやいや、無理やん <laughs> いな、いや、僕、<laughs> ハットトリックしましたみたいな感じもなく、はい。確か僕の中で覚えてるのは、なんかすごい、また次も頑張りましょうみたいな感じのトーンで終わったイメージです。はい、<laughs> いや、複雑ですね。<laughs> 複雑でしかないです,すい。複雑ですね、それは。 <laughs> はい、いやそういうことがあったんですね。いや,いやの本当になんかいろんななんですかねそういうまあ大分時代とか、まあ、そういうのも聞けてなんかこうすごくこう嬉しかったですね。はい、あと馬場さんからですね、えー、ちょっとこう皆さんに何か一言があればはいそうですねあのーはい、まあ折り返して後半戦になってはい。 まあ2018年もそうなんですけど、夏ってすごい大変なんですよね、選手からしてもはいはいはい。まあ見る側からしても。だから、まあ、すごい夏終わった時に、飛躍的に順位伸びているクラブもあれば、はい、夏前すごい上位にいたのに下に行ってしまうみたいなクラブもたくさんある。結構夏って重要なとこなので、ここから<の>ということですね。そうです。すごい、ここからより一層、 夏終わった時に本格的に昇格狙えるぞっていうクラブになれるように、はい、あの後押しをしてあげてほしいしもちろん皆さん言われなくてもするしてくれるんでしょうけど、はい、あの皆さんが思ってくれてるようにさらに思ってる以上に夏のサッカーって大変なのでさっきも言ったけど皆さんも大変だけど一声とか。 はい、あの誰か友達連れてって最近なかなか1万人いかない1万人以上でスタジアムを盛り上げてもらうとかすべ、はいね、て簡単ではないんですけど、はい、そうやって皆さんができることで少しでもトリニータをあの応援してあげてほしいし僕自身もなんか志茂さんとも前この間行ってちょっとお話しさせてもらったりとか本当に応援したいなっていうチームだとまあ改めて思ったので。はい なんか、一緒に戦っていきたいなと思ってます。いやー、もう、あのー、嬉しいですね。<laughs> やっぱこう、馬場さんが、こう、まあ、今、トリニータの宣伝部ということで、やっていただいてるんですけど、やっぱそれだけでも、やっぱ、鳥ポからしても、心強いというか。何もしてないですけどね。<laughs> いやいやいや、そんなことないです。本当に、宣伝部ですって言ったことないんで、多分全然だめなんでしょうけど。<laughs> いいやいやあの苦しい時とかあって、やっぱ馬場さんの言葉ってすごくこう響くんですよね、心に。僕もやっぱそのうちの一人ですし、馬場さんの,このなんうか下を向きそうな時のこの鳥サポを顔を上げてくれる馬場さんのこの言葉っていうのが、まあ、僕たちもそうなんですけど、すごい励みになるというか、前向きにさせてくれるというか。恥ずかしいでですね僕もやっぱもうんなんで うんまあ、ずっと前,前向きでいようとずっと思ってきたんで、そこだけはね、はい、自分が下向くにわけにはいかないと思ってるんで。いやもうそれがこう、ババさんがそういったメンタル部分もこう、トリサポを引っ張っていってもらってるんで、今後ともぜひ <laughs> お願いします。お願いします。<laughs> <laughs> はい、ということで、一応、えーまあ、本日は、えー、ババさんにお越ししていただきました。いや今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。 まあまたあのドームにえー足を運んでいただけるときはその際よりよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします、はい。まあまたあのできればまたお店のお手伝いであったりとかしていただけるあのやれたらなと思いますので。はいはい。はいはい、でもらえるように皆さんも盛り上げてください。はいもうそれはもうもちろんです。<laughs> も毎試合来てもらえるように <laughs> 頑張ります。僕も頑張ります <laughs>、はい。毎試合来てもらえるようにお願いします。 ま,また、鳥ポさんもそうなんですけど、えー、まあまた後半終わったで後ですね、今年一1年とか、またたまた馬場さんの言葉とか、馬場さんのそのお話とかトークとか、はい、多分聞きたい鳥サポさんってたくさんいらっしゃると思うんですよ。またその時ぜひお願いしてもよろしいでしょうか。いいとも。ありがとうございます。はい、じゃあありがとうございまありががととううごござざいいいいまますすはい、はい 今回はじゃあここまでにしたいと思います。あの、またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ということで、皆さんありがとうございました。馬場健二さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。